それでは、時間になりましたので、これから2011年11月6日、新年度に入って最初の第7礼拝を始めていきたいと思います。最初にお祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。今、ヨルダン、イスラエルチームが使わされ、また新年礼拝が、特別に祝福されたことをありがとうございます。どうぞ、チームの上に最後まであなたの祝福と恵みを豊かに注いでくださり、またこれから持たれるアルベールさんでの礼拝も、主がどうぞ特別に守ってくださり、また多くの語りかけと、また示しを与えてくださるようにお願いいたします。また、これから持たれる第7礼拝の中においても、主が同じ祝福と恵みを注いでくださるようにお願いいたします。あなたに期待します。感謝して、イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは賛美をもって主を礼拝していきたいと思います。どうぞお立ちになって、共に賛美していきたいと思います。Rejoice, rejoice, always.
私の羊飼い、私は乏しいことはない、全ては敵に変わる、あなたの愛で、ただただ感謝します、ただ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 感謝します、ただただ感謝します、捨てるものは何もない、あなたの愛、この弱さの中で私は私の力を表していこうと主は仰せます。それゆえこの弱さを感じるときにそのことを喜びと しなさいと主は仰せます。なぜならばあなたが弱いときに私は私の力で、あなたを覆い、また私の栄光を表していこうと主は仰せます。確かにこの働きはこの終わりに至るまで私の働き、また私の戦いであるということを忘れていません。すべて私に委ねていくその中で、私の栄光の技が表されていくと主はされます。私に信頼し続け、また私を褒めたたえ続けていきなさいと主はされます。この人間的な考えや人間的な方法によっては、扉はこのはっきりと閉ざされ、閉められていくと主はされます。しかしあなた方が聞いて従っていくならば、この全く不可能であると思われる状況の中で、その壁は見事に打ち破られていくとおっしゃされます。それゆえ聞き方に注意をしていきなさいとおっしゃされます。正確に私の声を聞き分け、正確なこの大胆な信仰の一歩を踏み出していきなさいとおっしゃされます。その一歩が踏み出される中において、勝利の技と栄光というのは明確に表されていくとおっしゃされます。この時代は非常に大きく変わってきていると主は仰せます。この終わりの時代において私は大きな計画を持っており、またこの時代の中で私はあなた方を用いるという計画を持っていると主は仰せます。それは私の計画を聞き、また私に従い、また私の計画を成していきなさいと主は仰せます。私の言葉を聞き、また私に従う者を通して私はこの終わりの時代において私の技をなそうと主は仰せます。
私にこの向き、また私の言葉を受ける者は幸いであると称されます。私の言葉は力であり、また私のこの祝福は豊かにその中で表されてきます。一人一人にこの私の道が用意されています。すでにそれは用意されており、また私はあなた方を招き、また導いていくと称されます。正確に聞き、また私に従ってきなさいと称されます。この終わりの時代、特別な時代の中で、お一人お一人は主の大いなる計画の中で召されたと称されます。その中で、この明確にそれぞれに主が与えておられる持ち場というのが、これから明確になってくると称されます。その中であなた方は信仰を持ってその持ち場に固く立ち、私がなせという事柄を徹底して成し切っていくことができる体制をさらに強めていきなさいと称されます。主の聖なる戦いの中で、私の道からと見働きというのは、あなた方の思いと願いをはるかに超えた形で、圧倒的な勝利とともに表されていくと称されます。それでは再び賛美したいと思います。それでは、シーヒスグローリーを。See his glory, see his glory, see his glory come. Pray his name, heaven and see his glory come. See.愛聖様、賛美を豊かに導いてくださり、また予言の言葉を感謝します。さらに引き続く第7礼拝の中に深くご自身を表してください。感謝して、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それではどうぞお座りになってください。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。で、この教会においては、まだ洗礼を受けていなくても、あるいは他の教会の方であっても、イエス様を自分の救い主として信じ告白されている方は、どなたでもこの聖餐の恵みを受けることをお勧めしています。また、インターネットで、今オンラインで、聖餐式に加えたい方は、どうかご自分の方でですね、パンとブドウ酒、またはブドウジュースをですね、備えてくださり、加っていただきたいと思います。この教会においては、聖餐式でもたえるこのパン、ブドウ酒、またはブドウジュースですけれども、イエス様の体であり、イエス様の血潮であるという、そういう立場に立ってですね、信仰の立場に立って行ってますので、ぜひそういった信仰を持ってですね、加っていただきたいと思います。それではですね、最初に祝福のためにお祈りしたいと思います。愛する様、この聖餐式をありがとうございます。どうぞパンとブドウ酒、またはブドウジュース、そしてオンライン礼拝で加っておられる方のパンとブドウ酒、またはブドウジュースを主が特別に祝福してくださり、イエス様の体とイエス様の血潮の祝福と恵みをお一人お一人に添えてくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。罪があればですね、それを神様の前に悔い改める時を共に持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。
イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それはイエス様の血を共にいただきたいと思います。お願いします。この聖餐の恵みを感謝します。感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは、聖餐の恵みを受けた後は、今度は私たちから神様への感謝の賛美をもっての、捧げ物の時を、献金の時を持っていきたいと思います。恵みの献金の時です。神の国と神の義の曲を賛美しつつ行っていきたいと思います。それでは献金の感謝のお祈りをエレミア宮下牧師にお願いしたいと思います。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちを見舞いに献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に、主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。アメン。